中歌ってくるんですか。いや、そんなことないんですけどね。年中歌ってるよな。そんなことないんですけど、なんか何度粘っても歌ってくれなかった彼、一体何のミライモンスターなのでしょうか。陸上か。そうそう、すごいな。サッカー界のミライモンスター、染野いつきくん、高校3年生、ポジションはフォワード。まあ大迫選手ですね。最後のところでフィニッシャーになって決めれるっていうところは、まあ、自分も目指さなくちゃいけないのかなって思って。憧れの選手は大迫半端ないってでおなじみ、日本代表のエース大迫勇也選手。樹くんは近い将来大迫選手のように日本を背負って立つかもしれない逸材なんです。染野樹、その名がサッカー界に知れ渡ったのは2年生で出場した全国高校サッカー選手権の準決勝、強豪青森山田高校戦。青森山田はすごいよ。ニアサイド、グランドのボール、シュート決まった。加瀬、中に入れた染野、かわして、染野かわして、シュート決まった。すごい、メッシみたい。染野決まった、ハットトリック。なんと準決勝の舞台でハットトリック、まさに染野半端ないっての大活躍。すごい。さらに2年生ながら大会得点王に輝きました。そして今年7月、かつて大迫選手も所属した鹿島アントラーズに入団が内定。各世代の日本代表に選ばれるなど輝かしい高校生活を送ってきました。が、いつきくんには卒業前どうしても果たしておきたい雪辱が。それは青森山田高校へのリベンジ。実はいつきくんがハットトリックを決めた今年の全国高校サッカー選手権準決勝、青森山田高校戦、結果は PK 戦の末敗退。なんだ。かたや青森山田高校は勢いそのままに全国制覇を成し遂げました。なるほど、それは悔しい、ね、さらにいつきくんが3年生となった5月にも返り討ちに。強いんだ青森山田。今年に入って2連敗負けてしまったっていうのは、まあやっぱり青森山田とはやっぱ違う何かが欠けていたのかなっていうのは自分で思っていて、まあ、勝負に対しての気持ちであったりっていうところがまだ劣っていたのかなっていうのは。そして今回、今年3度目の対戦となる青森山田高校戦に密着。山田は本当に東北一番っていう座を譲れないと思うんですけど、そこをやっぱ少子が取りに行く。果たして結果は。3度目の正直でリベンジを果たし、日本代表将来のエースに名乗りを上げろ、ミライモンスター。ミライモンスターは昨日まで世界になかったものを旭化成の提供でお送りします。旭化成はドイツで柔道教室を開いています。初めてのことに戸惑う、悔しい思いをする、そしてある時夢中になっている自分に気づく、子どもたちの可能性を開く活動をこれからも続けていこうと思います。旭化成です。何億光年輝く星にも寿命があると教えてくれたのは。私は漁師だった。ここは湖だったんだよ。その人は遠くを見ながら話してくれました。旭化成、もう一度水の星へ帰るために。
中空子という糸から生まれたかつてない排水ろ過装置、世界1600カ所以上で稼働しています。昨日まで世界になかったもの、旭化成です。それでは未来モンスター染野いつきくんの密着 VTR を見てみましょう。せーの、未来モンスター。青森山田高校戦の5日前、福島の強豪尚志高校の練習にお邪魔しました。サッカー部専用グラウンド。そうなの、ここもすごいよ。尚志高校を率いるのは、日本代表としてバルセロナオリンピック予選を戦った中村浩二監督。尚志高校サッカー部は21年前中村監督が創設。そこから10回の選手権出場と2度のベスト4を誇る強豪校にまで押し上げました。そんな尚志高校のプレーの特徴は、極論言えばバルサのようにパスをずっとつなぐサッカー。目指すはバルセロナのパスサッカー。世界の超一流。それがこちら。天才しかいないからね。すごいね。選手が連動、パスをつなぎながらゴールに迫る。これがバルセロナのパスサッカー。とある試合での尚志高校のプレーを見てみると、少しずつ両チームプレスは甘くなってきましたが、ただアタッキングサード、その攻撃の前ではいい守備はあります。さあ伊藤から、うわ今の来た、染めの決まった。これはもうバルサだよ、繋いでる。さすがバルセロナを目指しているだけあって、見事なパス回しで得点を奪います。ちゃんと出すとこが、そうですね、ぴったりだもんね。いつきくんもそんな尚志高校のパスサッカーに憧れ、茨城からサッカー留学してきました。名将中村監督にいつきくんの凄さについて聞いてみると、日本人のストライカーってなかなか育たないってよく言われてるんですけど、僕にとってはもう得点能力がすごく高いので、多彩な攻撃のパターンを持ってる選手なので。意図も簡単に、ドリブルからのシュートもあれば、フリーキックも得意。コントロールがすごい。中でも中村監督大絶賛なのがヘディングシュート。何でもできんだ。監督が選ぶ樹くんのベストヘディングシュートがこちら。パスタ、パスタ見。行く行く。クリア。これがヘディング、染野がヘディングして。自分でパスをしながらここが空いてるっていうのを持ってるんですね。うまくそこのタイミング合わせて、なんかヘリコプターヘッドみたいなグーンって飛んでヘディングしてるんですけど。得点能力の高さを絶賛される樹くんですが、実はフォワードになったのは意外にも尚志高校に入ってから。それまではこちらボランチというポジションを務めていました。中村監督が入学直後コンバートしたのだとか。よかったね、開花したね。中学時代にうちに来てもらった時に、高校生と一緒に試合やってるのにこう余裕あるなと思って、でその時にフォワードをやった時に簡単に点取っちゃったみたいなプレーがあって、もう1年からずっともう絶対フォワードで育てるっていうふうに思ってました。ある日の練習終了後、
茨城からサッカー留学しているいつきくんが暮らす寮にお邪魔しました。そもそもこれ何してますか？あ、なんか髪切ってるらしいですね。いいよ、こっちは。お互いカットでしょ、これ。サムヤ君も切ってもらったりする？あ、俺自分切ってもらってます。へぇでも無料だよ。すげえ。いや、無料で、だいたい無料です。3年生はで、自分の部屋ここなんですか？3人で。同学年3人。自分来てないんであれですけど。あ、自分ここなんですけど、ちょっとここは。と、ここで一冊のノートを見せてくれました。それは何ですか？これサッカーノートですね。サッカーノート、はい、自分が書いたことがここあって、まあ、監督からで、自分は、まあ、今得点をプレミア得点を狙ってるから負けられないっていうのを書いて。今いつきくんが目指しているのは高円宮杯 JFA U18 サッカープレミアリーグ2019での得点王。高校のサッカー部と J リーグのユースチームの競合、20チームが東西に分かれて戦う18歳以下のトップリーグ。今年5月、尚志高校が青森山田高校に負けたのもこのリーグ戦。14節が終わったこの時点で樹くんは9点を挙げ得点ランキング3位。次戦の第15節青森山田高校戦を含む残り4節での逆転得点王を狙っています。サッカーノートに書いた得点王宣言に対し監督は、ここは譲れない、 PK も3カ所ぐらい蹴り分けしろ、得点王になるため PK の蹴り分けを意識しろというメッセージが。やっぱり1対1のノートなので、あの本気のことを書いてもらいたいなと思って、僕も本気でそれに対して答えるし、僕としてはすごくもう選手とのこうコミュニケーションのツールとしては最高のノートだなと思ってます。めっちゃいい先生。いい監督だね。監督が次節で青森山田高校に勝つため選手たちに徹底して課している練習がありました。それが、相手セットプレーを想定しての守備練習。青森山田高校はプレミアリーグ総得点29点のうち実に14点がセットプレーからの得点。中でも尚志高校が警戒しているのが、スローイング長いな。ロングスローからの得点、45メートル近く一気にスローイン、ゴールを狙ってきます。いざセットプレーとなるとフォワードの樹くんも守備に参加、得意のヘディングで相手のゴールを阻止します。あー、なるほど、その練習してるのか。守備の練習してるの。山田は本当に遠く一番っていう座を譲れないと思うんですけど、そこをやっぱ尚志が、まあ、取りに行くっていうのもやっぱ大事なので、まあ、チームのために、まあ、どう貢献するかっていうのを考えて、なおかつ点も取れればいいかなって。そして迎えた試合当日、尚志高校はセットプレーからの攻撃を防ぎ、かつ樹くんが得点を挙げ公式戦2連敗の雪辱を果たすことはできるのでしょうか。はあ、さあ、それにしても中村監督は樹くんをベタ褒めしてましたね。萌香ちゃん、はい、その樹くんのヘリコプターヘッド、うん、あれどうでした？頭割れちゃうんじゃないかって気になっちゃうけど大丈夫なんですかね。大丈夫、そう、あのボールの方が柔らかいから大丈夫。
じゃあそんなそのドリブルシュートもフリーキックもヘディングもできる、うん、でかなり万能型じゃないですか、うん、お笑い界といたりするんですかね、誰だろうね、どんなタイプでも笑い取れるタイプの、ザキヤマかな、あーザキヤマさんそうっすね、確かに確かに、さあゆいちゃんはですね、はい、これまでその歴代の AKB のメンバーを見てきたと思うんですけど、うん、万能のメンバーっていました、今まで、あーでも山本さやかちゃん、はい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 、そやね、今ギター弾いて、そう今そう歌やってるんですけど、はい、ダンスもめちゃくちゃうまいし、あの歌はもちろんうまい、うんうん、であのすごく性格も良くって、あ、性格いいの、さらに関西人なんだってこともあって、うん、面白いんですよ、あ無敵だなんだよ無敵です、なんだよ面白いのか、なんだ面白いの、うわ好きになっちゃいそうそんなね、やっぱりね近しい人が性格いいっていうのが一番だ、はい、確かにそうですよねだって本当のことですよ、そう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 、それ今度はシュートを打つってことで、そこの意識が高くするってことと、ね、セカンドボールその端だろう、敵地に乗り込んだ樹くんたち尚志高校は試合前のミーティングで最終確認、ここに繋がるからね、覚えていて、ね、あとセットプレー絶対チャンス、ね、みんな山田セットプレー超強い超強いって思ってるけど、お前らも強いよ絶対チャンス。開始早々、青森山田高校が得意のロングスロー攻撃を仕掛けます。練習通り、いつき君もペナルティーエリアへ。クリアした、ここは尚志高校が練習の成果を発揮しました、そして開始10分、いつき君にボールが、うわ山田も強いな、相手もいつき君を警戒、ディフェンダー2人で対応します、あやっぱりな対策してるよ、さすが強豪青森山田高校、いつき君にチャンスを作らせません、強い、すると前半24分、あ PK だ、前線からの激しいプレッシャーで相手のミスを誘い PK を獲得、先制点のチャンスにキッカーはエース樹くん、すごい、あれは取れないわ、あのスピードであそこ蹴ったら、冷静にキーパーの逆を突き先制点を獲得、さらに10分後、今度は青森山田高校にチャンス、あ抜かれた、あフリーキック、フリーキックを獲得した青森山田高校、キッカーはキャプテンの武田選手、実は武田選手いつき君とは U18 日本代表でチームメイト、浦和レッズに入団が内定しているこちらも未来モンスター、ドラマですよこんなもん、うわいいキックだな、やっぱりいいキックするわ、武田選手の正確なフリーキックにヘディングを合わせられゴール、セットプレーで痛い失点を喫します、1対1さすがだな、さらにその後 PK で逆転を許し青森山田高校1点リードで前半を折り返しました、後半があります、まだいけますね、そして逆転をかけた運命の後半がスタート、前半あまり通らなかったパスも回り始め徐々にリズムを取り戻してきた尚志高校、お、マルセルの、わーキーパーナイスキープ、あーしかし樹くんは厳しい相手のマークに苦しめられ流れの中でなかなかシュートに持ち込めません、されますよね、スリアム校は一番すごいやつ当ててくるよ、一方警戒していた青森山田高校のセットプレーについては樹くんのヘディングで弾き返すなどうまくしのぎます、
膠着状態で迎えた試合終了7分前。ここで尚志高校再び PK を獲得。キッカーはもちろん頼れるエース樹君。決まれば同点のチャンス。果たして樹君は決めることができるのでしょうか。おお、サランラップだよ。あ、切りやすくなってる。なんでだ。サランラップだよ、サランラップだよ。M 字の歯になってもっと切りやすくなりました。サランラップだよ M。 サランラップだよ。 M 字の歯だとどうして切りやすいの。サランラップだよ、サランラップだよ。知らないんだ。サラ、あ、歯の3点に力が集中、軽い切れ味になりました。サランラップだよ M。 I used to be in the oil business around here and own some wellsproduce them. It was pretty much a thriving community, you know. But right here, nobody lives but me. 石油の埋蔵量には様々な説がある。確かなのは無限ではないということ。教えてくれたのはあなたでした。旭化成は石油を使わずにプラスチックや繊維を作る技術を開発。現在タイで稼働しています。知らせてくれたのもあなたでした。昨日まで世界になかったもの、旭化成です。3度目のリベンジをかけて挑んだ青森山田高校戦。尚志高校1点ビハインドで迎えた試合終了7分前。尚志高校再び PK を獲得。キッカーはもちろん頼れるエース樹君。1本目は右上に蹴った樹君。こうするんや。サッカーノートの監督からのメッセージには PK も3箇所くらい蹴り分けしろとありましたが、生きるか。果たして。みんなの気持ち。今度は右隅へ。うまいな。今度は右下ポストギリギリを狙った樹君、見事ゴール。そして試合は後半アディショナルタイムに突入。尚志高校味方選手が打ったシュートが一旦ゴールポストに弾かれるも、こぼれ球を今井選手がシュートし見事ゴール。入ってる入ってる。そしてやった。尚志高校3度目の正直で青森山田高校にリベンジを果たしました。青森山田に勝つってことは自分にとっても、まあ、チームにとっても本当に大きいものになったと思いますし、その中で本当に諦めない気持ちっていうところは今日本当に、まあ、自分は守っていて、その結果がやっぱ3対2っていう結果になったんで、まあ、本当に、まあ、自分がプロ行っても諦めないっていう気持ちを忘れずに、まあ、サッカー人生を送っていきたいかなと思います。この日の2ゴールでプレミアリーグの得点ランキング1位に躍り出た樹君。諦めない気持ちを胸に日本代表のエースを目指せ、未来モンスター。
森山田高校に勝利しました、うん、3度目の正直でリベンジ果たせましたね、青森山田のキーパーはもう高校の中でももう本当に超一流のキーパーだと思うから、はいはい、2点ともちゃんと取ったじゃない、うん、PK、うん、はい、あれプレッシャーかかるよ、確かにそうですよね、うん、で試合後のインタビューで樹くんはですね、うん、絶対諦めない気持ちで臨んだのがいい結果につながったし、プロに行っても忘れたくないというふうに語ってましたけど、うん、同世代の萌香ちゃん、うん、これどう思いますか、はい、年齢も近い中でそんなこと言えるのすごいなって思います、うんうんうん、やっぱそうだよね、諦めない気持ちってやっぱどの世界においても大事なことですもんね、うんうんうん、染野くんが代表になって染野っていうユニフォームを着たい、あー代表のねあのブルーのユニフォームで、はい、着たいです、背中に染野って高校時代を知ってるからね、ね、見てたよって確かに、いやそういう未来いや来ますからね、そうです